やばい遅刻だ、やばい、やっべ遅刻だ、やっべ。入れ替わってる？サニー！皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年もエリシャッポをよろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましたね。明けましたね。はい、新年初めての動画ですよ。どうしたんだくねえ、どうしたんだこれ。お前がどうしたそうか、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 自己紹介。あ、一応富士です。あ、富士。はい。まあ説明しよう。何から説明すればいいのかわからないんだけど、はい、まあ、とりあえず僕アフロにしてましたと。はい、まあ、みんなに頼まれてアフロにしてました。うん、そうですね。一ヶ月って話だったんだけど、まあなんだかんだ2ヶ月ぐらいやってましたと。うん、でそしたらね、森山がなんか憧れちゃったんだよ。憧れちゃってたよね。それはね。さすがに、ね、本当にね、うん、俺もしたいみたいな感じをすごい出してきて、うん、急になんかサブちゃんで年末までに5キロ太れなかったら俺アフロにするわ、太りたいんだとか言って、うん、で1回も太ろうとしなかった。1回も見てない。もちろんね、1キロも増えず、まあ、年末を迎えましたと、はい、で今日ね、うん、朝ね時間外にそのウェーブっていうねアフロ専門店の予約を専門じゃないですの、ね、予約を森山が取って、ね、いざねアフロにして、で、俺と森山がぶつかったら入れ替わっちゃってるみたいなシーンを撮ろうぜ、うん、ね、それで新年一発目スタートしようぜ、うん、そう、ね、ご覧の通り、冒頭なぜか藤と拓がぶつかってる。そうなんですよ。なぜかね。そうですよね。まあ結論から言うとね、うん、7時間ぐらい遅刻しましたね。7時間、うん、大体の経緯はサブちゃん撮ってるんでダイジェストみたいな感じでちょっと流すんで、はい、まあ、ご覧ください。ご覧ください。どうぞ。現在、朝9時22分森山くんがね、9時集合なのでね、まあ来てないと。なんでですか。女友達から朝7時と8時半にテキーラをいっぱい飲んでそんな顔してる。2時間前だよ、集合の。やばいやばい。どうする、マジ。え、どうする、ケースか。え、無理だって。大ダフロなんて聞いたことないって。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お願いします。10時から、はい、やばい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 。おい、でかかったつくな。いろいろ聞こう。まずタックができるかとか、うん、俺がやって戻したら髪どうなっちゃうかとか、うん、結構短いっすよね。ちっこくなってもいいよけれど。ブリーチしてて、はい、で、あの、パスやってます。いいですね。あー、ぶっちゃけブリーチもよりはブリーチしてない方が。え、どうしよう。なんか男としてだな、俺は。男として。になんか押し付けてる。お前そんな感情も生まれてきてんな。いや、いいね、俺本当に。本当にいいの。俺、いいよ、いいよ。お前が謝ることじゃないんだよ。俺、菩薩の心で。来ますね。来ますよ。今に至るとうん、いうことですね。そうですね。開けたね。年。おいや、まあなんか心機一転頑張ろう。頑張ろうぜ。そうだね。切り替えたいな。あ、そうだ。切り替えたいな。俺も心機一転できたわ。な
なかなかないよ、こんな状況。本当にどうしようもなくて、タクがアフロになったんで。森山来ないし、おもろいからやろうぜみたいな感じになって、本当に誰かアフロしないといけない状況がなぜか生まれたのね。俺、お前がダメなの知ってるから、昔から。ダメじゃねえ。ダメだよ。え、今、口動かしてる。口動かしてる。もうびっくりした。さすがにこの動画は、シュクシュクまあさておき、先ほど森山も言ってましたけど、新規ってね、2024年頑張っていきたいということで、お気づきの方いらっしゃるかもしれないですけど、アイコンが変わってます。あ、そうだ、そうだ、アイコン変わってますね。以前はまあこんな感じで、まあ海バックで、テーマ幸福の絶頂だったんですけど、そうですね、はい。でまあ今回はまあこんな感じで、はい、ちょっとねシックな感じですね。はい、まあテーマはあれですよね、大人のエンタメ舐めるなよ。そうなんだ、そうなんだ。なあ、そんな感じで見て分かる通り飛躍の年にしたいっていうメッセージを込められてます。確かに、だから今度こんな感じ、はい、まあこんな感じでね、個人個人のアーシャも撮って、おのおのね、インスタとか X のアイコンが変わってると思います。まあ、なんで撮り直してたっていうかね、一番大きな理由に髪型の大幅な変更が、そうですね、そこからまた変わってる。そうなんだよ、うち目まぐるしもやね。困ったもんだよね。まあしばらくはこの足で行かせてもらうと、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニュース媒体の方からもし、ね、記事にする際はこちらのこれ使ってくれてお願いします。だからね、炎上したらこれで出るということで、私は炎上しないようにしようかな。そうだね、絶対なんで、絶対そうだね。新規ってその2、まあ、ここね、まあ、皆さん見慣れない画角ですよね。はい、はいはい、ここがどこかと言いますと、新しいエッジハウスです。おお、まあね、タイトルにもある通り引っ越しますということで、厳密に言うと、まあ、前借りてた恵比寿の事務所もまだ契約はしてるんですけど、あそこで撮影することはあんまりないのかなと。でまあ荷物とかがまだあるんで、まだ一応契約はしてるって感じなんですけど、まあ多分いずれは解約することになると思います。こちらの家をね、新たに借りたんですけど。どこですか、ここは。言えるわけない。まあまあ乃木坂です。まあ乃木坂の近くです。まあルームツアーしますか。ルームします、シェア。アフロがしてるから、そこは変わんないね。行きますか。行こう。やばいよ、マジで。うん、え、ほんとやばいよ。うん、すごい。まあ、我々ね、そんなにお金ないんで、うん、まあ、めっちゃ広いわけじゃないんですけど、うん、でも、前の事務所より確実に居心地のいい場所ですね。タレがあるんだよ。あれと、あれ、あれもあるよ。あれと、あれがあるよ。まあ、まあ、ジラスさんの方で。行きましょう、行きましょう。一旦ね、玄関の外からスタートします。はい、ということで、我々の新居はこちらです。映しちゃってるけどね。おお、特定すんなよ。おお、やりすぎだろ。おお、こんぐらいじゃ分かんねえだろ。行きましょう、行きましょう。はい、森山行け。うわ、森山行けろ、行けろ。オープン、お邪魔します。結構1階です。1階には何があると思いますか。おお、なんかおしゃれっすね。あ、椅子ありますよ、もちろん。なんで、椅子ね。なんでだ。え、なんすかこれ。これは、フィさん、ガッガッ。あ、あれ、え、待って待って、お前さ、え、びっくりした。低い YouTube やな。え、こっちだよね、今。こっちの時間だよね。え、お前のどっち受けてるの。え、こうやってなった時にいいじゃん。今日控えめで。うん、あの、ホサ、笑うとかに徹しといて。笑っといて。うん、びっくりした。7時間遅刻した上に YouTube 力が低すぎる。チラ見だけしたこと。チラ見しよう。なんかかかってるんすね。うん、うん、アンドチルドットストア。なんかガウンがありますね。なんでガウンがあるの。え、売ってるっすか。いや、これ発売してないです。おー、非売品と特注で。はいはい、なんかすごく楽しいっす。おー、すっげー。まあ、エビシハウスなんでね。それはそうだね、それはあるかもしれない。絶対そう。え、椅子、椅子もね、寝心地の良さそうだね、これ。なんでここにある。絶対そう。うん、そうだね。何、なんかあんの、森山。なに、ここなんなの。なんのスペースだ、これ。紹介してほしいな。整いスペースです。整い、まあ、サウナです。サウナ。そこは元気出して、ね、今の元気、今の元気。サウナです。イエーイ。なんと1階全部サウナです。やばくない。やばい。はい。おー、おー、うわ。まずはあったかい、冷たい。はい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 、素晴らしい。そしてオーロナミンシート、ポカリ、水、まあアメニティと。おいおいおい、やばい、やばい。あー、まあじゃあ一回サウナは置いといて。置いとく。もう置いとくんだ。違う、次こっち行く流れね。こっち行くの。こっち映したいね、俺ね。 YouTube 力だよ、これね。
ちょっと待って、今からサウナ行く？え、行くとかじゃなくて、あ、脱ぐな、お前なんかさ、カチラとか言ってほしい。はい、カチラサウナよくできました。これね、結構広いんですよ。伝わんないかな、動画じゃ。ちょっと入ってみる。110度、111度え、ちょっと待って、111度ある。まあ、入ってみますか。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。俺、アフロじゃねえ。びっくりした。うわ、熱い。うわ、熱い。おぉ。おぉ。うん。熱っ。これ、這い上がり Vlog の時の絵じゃん。お、お、実は。実はそうなんすね。そうなんすよね。で、ここ出て、ザボーン。水風呂。で、俺のポを取って、取ってからあっちで寝ると。完璧。はい、2階行きますか。はい、2階行きますか。階段がいちいちおしゃれなんですよ。うん、階段おしゃれだね。関節勝負。はい、じゃあまずはちょっとこっちら辺から小刻みに行っていいですか。鏡だね。鏡だね。どう今日。かっこいい。かっこいい。今日もかっこいい。今日もかっこいい。お前自画自賛すんな。いや、ほんとにごめん。ほんとにごめん。今日はダメ。今日はダメ。今日はブス。ブスブス。まあ、イソップですね。もうここら辺は、すべて助手系をもとに選定されています。リファ。はい。知る人ぞ知る。マジで大丈夫か。リファ。あ、俺、ちょっと手今ね。竹虎で外観皿洗いしてからおかしいんだけど。バイトして皿洗いしてきて病院行く。なんだかのずっと映ってたわ。おお。はい。こちらがリビングでございます。すごい。タケと違ってこれ牽制できる。はい。おお。これマジで作りがしっかりしてる。牽制もできます。全然できます。ここですね。先ほどオープニング撮ってた。あ、そうですね。ここでオープニング撮ってた。ここに座って。ここに並んでました。はい。そしてね、上がね、なんと吹き抜けです。ドーン。あれ。はい。じゃあ森山君、このリビングの目玉紹介してください。さあ、ならおあえ、えいよほえ。みんなの夢は私の幸せ。カラオケがついております。やばくない？やばい。家にカラオケあるんだよ。これはやばい。ダムダム、いいっすか。カラオケできるってことは棒がやばいっすよ。だから警察が来ない。ついに。そうなんです。でかいでかい。警察来ない。そうなんです。今までね、我々ね、何度もね、強制退去になって自分たちは社会に迷惑をかけるんじゃないか、必要のない存在なのではないかと思って苦しんできました。ですがついに我々は防音の家を借りることができました。城です。素晴らしい。ありがとう。どれだけ騒いでも大丈夫です。はい、いますよ。じゃあ、はい、キッチン。いいですね。どうも。広いね。この辺ね。あ、ここら辺常備されてますから、無印系。これね、まあテーマは、サ飯なんだよ。あ、そう。サ飯を常備しようと思って。そう、だから、カップラーメン、結局本質じゃない。本質、本質。ちょっとここはアップデートしていきたいですね。そうね。いい商品に。こんな感じですか。まあね、2階こんな感じですね。まだ。もう階段ありますからね。おお。一応先頭歩くんで。はい、先頭歩きます。先頭行きますよ。おお、すごい。お、なんだこれは。え、なに。かっけえ。仕事です。仕事です。仕事です。で、ここから開始ゲームができます。何？ああ、怖い。ああ、優越できます。怖い。森山絶対ダメだよ。絶対ダメか。森山絶対落ちる。絶対落ちる。ダメだ。振りやめて。振り。てか森山がさ、こっからさ、往復できたら1万円あげるみたいなゲーム、ここで。ワイン。ワイン。1万円くれるの？赤ワイン飲みながら。じゃあ、ここです。メインが。ここ僕の寝室です。あ、嘘なんですか？はい、僕の寝室です。見ますか？はい。どうぞ。俺のね。入ってください。あー、うわ、おしゃれー。エッチー。エッチーね。あー。で、これですよ。港区の夜景見ながらね。はい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 。うわ、エロ。いいっすね、いいっすね。ここで、女の子と。なぁ。森山、それ酒じゃね？いや、飲まれ飲まれ。飲まれ頑張る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 。え、酒飲まないで女の子とデートってできる？できない。できない。じゃあやめとく。じゃあ撮影しよう。俺のデート追いかけて、お持ち帰り企画。お、お、お。てかね、俺ね、昨日ちょうど考えててさ、お持ち帰り企画やってほしいって一生言われるやん。うん。
たらさ、うん、1個やる方法あってさ、うん、やらせならできる。いや、ガチでいきたい。いや、これやらせでやった方がいいんだよ。で、やらせだとみんなクオリティ下がると思うし、うん、ワクワクが減るって、うん、そんなことないんだよ。ドラマ、ドラマ強いドラマじゃん。まず、まあ面白い展開は作れるっていうのと、いろんな栄養素があるわけよね、うん、持ち帰り企画って、うん、ラップ面白いとか、うん、そこら辺の栄養素をまず摂取できるのと、うん、あとエモっていうのもあるじゃん、うん、そう、映画も懐かしい、うん、で新作見れるみたいな喜びもあるじゃん、うん、でプラスもちろんキャスティングする女の子と飲むんだけど、その撮影が終わった後どうなるかわかんないわけ、ね、やらせとはいえみたいな、はい、なんかいい感じじゃねみたいな、うん、こともあり得るわけですよね、うん、え、台本書くの？書くよ。まあでも大体のあらすじ書くだけ。まあそうだね、やってみて、うん、好評だったら続くんじゃない、うん、そうだね。でまあやらせですってオープニングでも言うから、うん、俺はやらせやんないって言ってたじゃん、ずっと。でもそれは嘘をつかないって意味であって、うん、それやらせって言ってやらせやるのが多いと思う、うん、じゃあやるわ。あ、主演やるわ。やる？あ、大事な。分かった。ヒロインは俺が本当に抱きたい子でいい、うん、いいよ。まあいいよ、うん、いいよいいよいいよ、いいよ。でもやらせだから。え、終わった後は？でもそれはそれはもう自由よ。共演してさ、なんか付き合っちゃうさ、うん、男優と女優っているじゃん、うん、そういうドラマ、うん、ドラマで、うん、ああ、うん、シナリオによるけど、まあホテルにゴールインするとして本当に入ってもらいますから、うん、まあ、やらせなんで。そうそう、やらせなんで。早い早い。だからやらせだろうがやらせじゃなかろうが、視聴者は想像を膨らませるってことは変わんないですよ。実はやらせでもやらせじゃないかもしれないね。いや、そうだよ。逆に難しい。エロくね？だろ。だから2024年はね、視聴の期待に応える年にしたいんで、どうにかお持ち帰り企画を実現したいなと思った結果、まあそういう選択肢を取ることになりました。はい、なったんだ。なったんだ。決定です。俺も初めて聞いた。まあ逆にね、タクのお持ち帰り企画もできるからね。いやいや、お母さんとかキャスティングして。自宅じゃない。自宅だよ、ね、あれ実家に帰るよ、ほんとに。家にゴールインする。確かに。大当たりだよ。それはちょっとおもろいな。なんかインヌお持ち帰りチャンスよ。インヌ、うん、あ、なんでもない。行こうよ。 OK、行こう行こう。以上、ルームツアーでした。おめでとうございました。素敵なお家です。この家ね、サウナハウス乃木坂っていう名前です。あ、そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。それも初めて知った。そうなんです。 AKA エビジャハウスなんですよ。あー、 AKA ね、うん、ここに我々はまあ今後いるということですね。はいはいはい。月曜から金曜日は、ん、土日は、土日、土日、土日飲みたいじゃん、うん、金夜とかは、金夜、どう、どう、金、どう、金夜から土日一般開放します。どういうことか分かりますか？分からないです。分からないです。お願いします。我々、まあ、ずっと見てた人は分かると思うんですけど、サウナをやるって言って一回頓挫したことがあって。ありましたね。で、またサウナをやるって言ってなかなか実現までいかなかったりとかして思ってますね、はい、ついに出せたんですよ。あ、ぬるっときたね。そう、ぬるっときたね。これが僕らのサウナなんです。おー、はいはいはい、やっぱサウナっていろんな種類があるじゃん。なんか老舗みたいな、うん、あ、あるね。なんかおじさんがいっぱいいるけどさ、うん、すごい整えるとか、うん、高級感があってめっちゃいいとこにいるなみたいな気分になれるとことか、うん、はいはい、あるじゃないですか。ありますね。でも僕は家がいいんですよ。家、あ、家にサウナがついてるっていうのが幸せ。いいよね。そうそうそう、整う場所がソファーとか、うん、ベッドとかめっちゃいい。俺はまずサウナ付きの家に住みたかった、みんなで。うんうん、もともとルームシェアしてて、その良さってあったと思う。あったね。うん、プライベートも混在してるんだなみたいな、うん、撮影もするけど、バラバラ住むようになって、うん、事務所借りて、うん、事務所がちょっと仕事の場所みたいになっちゃって、なっちゃったね、うん、っていうのがちょっとね、問題に感じてたんですよね。はいはいはい。だから単純に来たくなる家を借りたかったんだよ、うん、なるほど。確かに。でも金ないやん。金ないんだよな。そう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 。こんな六本木乃木坂の、あの駅から徒歩1分ぐらいのとこに3階建ての家我々借りれます。あ、無理です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 よね、はい、なんで借りれたの？金の日で借りれた。まあということでね、このエビジャハウス、サウナハウス乃木坂開放するんで、まあ、1月12日の金曜日の夜から、はい、まあ、開放早速するんで、うん、おー、いや、早っ、もうすぐだね。概要欄から LINE アットを登録して、そこから予約してください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ値段と時間説明しますね、はいはいはい、3枠しかないんだよね、1日ナイトユース、ね、22時から朝9時まで、
あーラブホやん。ここは最高のラブホや。いや、でも結構高いから、いや、まあ、まあそうだね、俺の想定は4人とか6人で使う想定ではあるんだけど、はいはいはい、でももし2人で借りたらもうそれはもうベッドもあるし、うん、そう、それはね、2人で贅沢だね。ナイトユース朝まで、11時間、22時から9時、お値段は 49,800円。うん、で、デイユース120分13時から15時 29,800円。はい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 、4人だったら、まあ、1人7500円、うん、まあ、男で割るとしたら1人1万5000円っていう感じで、イブニングユース120分、これね、清掃の関係でちょっと中途半端なんですけど、5時半から7時半、はいはいはい、で、29,800円、はい、となっております、ね、はい、うん、これ、まあ、ちょっと高って思ったかもしれないんだけど、うん、めっちゃ頑張った。これギリギリなんや、ガチギリギリギリなんや、はい、この間の2時間で清掃するのがすごい大変で、うん、あ、そうだね、サウナも全部拭いて、そうそうかそうか、当初なんか8万みたいなそうなんだよ、当初そう、そんぐらいだったね。そうだったね、そうそうそう、2時間5万の2時間5万の朝まで8万だったんだけど、さすがに俺それ自分じゃ取らない、いや俺も取らない、まあでもこの値段だったら余裕あったらいけるなっていう感じだから、うんうん、そうそう、高級個室サウナみたいな、うん、そうだね、そんなもんよりね、高級サウナより安くした、うん、あ、そうなんだ、うん、高級サウナはまあ2時間でもっと、スイッチもあるよ、うん、うん、スイッチもあるあるね、あるね、あるね俺は出張的にもちょっと面白いのかなと思ってた、この取り組みは、うんうん、今後俺らがずっとここで撮影するし、サブちゃんとかもここで撮って出てくるわけじゃん、うん、好きな YouTuber が撮ってる場所に行けるっていうのが、ディズニーのね、なんだろう、ミッキーの家行けるみたいな、あ、違う、例え違った、あ、違った、君の名はの聖地巡礼みたいな、あ、あ、あ、まあまあ、ミッキーはちょっと言い過ぎやろな、うん、いや、そうなのミッキーとの客の差の話はしてないでしょまあそういうことだ、うん、まあそうそうそう、イメージして、まあでもみんなからしたらまだ見覚えない場所かもしれないけど、うん、今後ね、まあここで撮っていくから、あ、エビちゃんの家だってなるわけよね、うん、来たら、うん、でまあ俺らがね幸せそうにサウナ入ってね、まあ、最高の家やってだんだんみんな分かってくると思うから、うん、まあ、そしたらね予約してもらってっていう感じで、はい、いろんな YouTuber にも遊びに来てもらいたい、あ、そうだね、そうですね、そうだね、そう、 YouTuber の方々遊びに来てください、ぜひサウナ入りに来てもらって、待ってます、もういつでも連絡してください、で宣伝してください、はい、客付けご協力お願いします、お願いします、タグ付けさえしてくれればもういつでも来ていいので、はい、ご相談してください、お願いします、はい、多分結構埋まっちゃうと思うんだよね、最初の方は、うん、まあ LINE アット登録してくれれば空き枠とか出たら早もん勝ちで取れたりとかするんで、はい、例えば俺らが平日だけどどっか旅行行くとか、うんうんうん、そういう時は開放しようかなと思ってるんで、まあ、それも早もん勝ちで、まあ、インスタのストーリーか LINE アットで開放するんで、まあ、どっちもよかったらフォローしてください、はい、はい、お願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、まあそんな感じかな、サネ行く、サネ行く、サウナ行くか、脱いでる、うん、うん、二日酔いちょっと直した方がいいもん、直した方がいいよね、うん、さすがに今、波長が詰めすぎてる、詰めすぎてる、まあ、もう入っていらっしゃる、はい、はい、こちら水着です、サウナね、水着が常備されてるんですけど、それ女性用っす、間違えましたね、はい、ここにですね、はい、常備されております、レンズの水着、はい、レンズの水着はこれです ね、はい、こんな感じで、ちゃんともう分かりやすい、あ、いいですね、メスです、お、隠し扉、怪しい機械がある場合、なんとここに iPhone をつなぐと、はいはいはい、スピーカー曲が流れました、まあ私今ヒーリングミュージック流してます、いいですね、これ合いますね、はい、はい、お、回してますね、回ってますね、お邪魔します、あ、どうぞ、あ、じゃあ、あー、うわ、うわー、あー、それね、あ、ここね、これなんだ、これでやるんだ、え、すごいじゃん、これ壁にかけたりしてね、あ、もうこうするしかない、こうすけど、気持ちよかったね、結構整える、眠い、寝たい、そのまま、ね、寝れます、寝れます、そうだ、ベッドありますわ、なんかさ、うん、やばい、整ってて、ね、あんま喋るじゃあ、わかった、うん、今年の抱負とか言っとこう、そうだな、うん、最初の動画だしな、うんうん、俺が行くわ、うん、2024年、うん、抱負、決まりました、馬車馬働きです、おー、うん、いいじゃないですか、寝ない、寝ない、寝ない、もう終わった、もう終わったな、うん、寝るけど、頑張る、うん、はい、俺は2022年の
書き初めは覚えてる。無我夢中みたいなやつ。ガムシャラダン。ガムシャラダン。ああ。思い出した。ガムシャラダン。対語やもん。叶わなかったね。今年は馬車馬。もしかして馬車馬。森山、そういう感じじゃないよね、なんか仕事に対してのスタンス。そういう感じで、なんかさ、空回んないらしい。どういうこと？なんかさ、お前って結構そつなくって感じじゃん。じゃあ頑張るって言って、頑張んないのダサいやん。あ、じゃあ頑張んないって言ってて頑張ればいいんだ。じゃあ頑張らない。今年は、今までで一番頑張んない。あ、頑張んない。頑張んない。はいはいはい。いや、いいと思うよ、うん、あの新年の抱負って叶わないから。そうね、そう、逆に大体ね。じゃあ、いいっすか、うん、俺は3億稼ぐ稼ぐまず、1億は稼がないと破綻するの、うん、いや、そりゃそう、まず返さなきゃいけないのだけで7000万ぐらいあるから、うん、あと、みんなの給料とか考えたら1億ぐらい稼がないと、うん、確かに最低1億だ、うん、それじゃあ、最低じゃん。足んない、うん、足んないね。ドリーム掴みに来てるから。あ、そうだよね。だから、まあ3億。今年こそ稼ぎてない、うん、ケスケは今年はですね、別のわけでしょ。あ、まあまあ、それ含めて、うん、ちょっとね、まだイケてる30代が確立できてないから、イケてる30代を何かを確立するわ、今年で。アフロってこと？オフ。仮にイケてる30代アフロでしっくりきちゃったらそういうことだよ、うん、まあそうだね。アフロってかっこよくね。早くしたいんだな。な、ふつふつと感じるよ。本当だったら今頃してんだもんな。だけど抱負は？やっぱ俺はかっこいいパパだね。ああ、うん、まあ一貫してるよね。うん、うん、まあ、マジそれ。もうお前かっこいいパパだ。いや、そうだよ。いや、いや、何が足りてない？すべて。すべて。すべてが足りてない。すべてが足りてない。え、どうなればかっこいいパパになるの？かっこいいパパっていうのは家族の望みを全て叶える。なるほど。それかっこいいパパ。そんぐらいの全てがあれば自分も楽しい。今 ね、かっこいいパパまだ見つけてないよ、うん、なんでパパ噛むの？マジだよね。同じの2個言うだけで。これもね、やっぱかっこいいパパじゃない。いや、それはもう治んないな。じゃあ今年はみんなかっこよく生きようっていうことやね。そうだね、うん、そうだね。あんな、うん、ね、アーシャ取っちゃったからね。アーシャかちょっとかっこつけてんだよな。大人のため舐めんなよ。なんかだいぶいい気がする、うんうん、めっちゃキャッチいいじゃない。めっちゃキャッチ。なんかね、分かりやすい気がする。てか俺、あ、ごめん、あ、俺違ったわ。あ、ごめん、タクの聞いて思い出したんだけど、うん、俺、すべて手に入れる。あと車も買う予定です。免許ない免許ない。まあ典型的な車と時計。典型的なね。バコッと一括で買ったらかっこいいね。じゃあ俺、あのラップするわ。一括で買ったテスラでガルウィンウィン。そうだそうだ。あと、あの夢しかねえ。夢は多い。口だけだろ。俺新年結構テンション高いで。いや、そうだよ、うん、毎年そう、なんかこいつ年越しのタイミングで、あのジャンプして、一人で去年のね、2023年になった瞬間、こいつあの走ってはぁーって年越しらしい。そうだ。今年は鶏白湯ラーメン作ってたもん。そんぐらいの方がいいのかもしれない。まあ、そんぐらい落ち着いてね、うんうん、いや、でも今年は違うんだよね、うん、今までと。次の動画は多分ちょっとやべえなって感じ。ああ、確かに、ね、ああ、そうだね。ね、おお、マジか、マジかって感じの動画だね。で、次の動画は、うん、おーみたいな感じだと思うんでね、うん、確かに。俺もね、そんななんか子供があの卒業文集にサッカー選手になりたいとか書いてるみたいに言ってるわけじゃない。ほぼ形になってるから、ね、そうそう。そして、まあ、今年は、うん、今年の目標ね、うん、お前らについてきてよかったって言わせること。これ言わせる。確かに、はいはい、うん、去年もアフロした瞬間思ったけど。ああ、いや、そういうことじゃないんだよね。まず、サラリーマンじゃ得られない体験と得られない生活水準、うん、まあこれが条件です。富と名声ってこと？まあまあそういうことだね。そういうこと、そういうこと。ありたけのね、うん、ワンピースってことかな。ワンピースってこと。今年取るに行く。そうそうそう、名声っていうか、まあ楽しさっていう方法。今年取りに行くか。今年取ろうか、免許、うん、え、免許。いや、免許取るより100万人行こうが簡単やで。いや、あ、そうだ。いや、違う。もういい、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 ラスト、ラスト、キーって。いや、その登録者に関して、はいはい、思っ
ったことがあって、はい、手段を選ばない。ああ、いや、魂は売らない。魂は売らない、絶対に。そう、エビジャリズムは崩さないけど手段は選ばない、うん、これはね、ちょっと俺の中にいろんな基準があって、うん、でも、そう、いい感じ。あ、じゃあ任せますか。これまだ僕らも共有されてませんから、うん、なんだ、何考えてるかわからない。まあ、ということで、散々喋らせていただきましたが、はい、皆さんの応援のおかげで僕たちもここにいるので、はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。そうだ、5周年だ、今年5周年だ、5周年3月の15日、まあ、イベントやろうかなと思ってるし、うん、そういうアニバーサリーをちょっと今後は大事にしていこうかなと、うんうん、ようやく、ね、計画性を持つ。そう、まあ、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ハクション。制裁も考える。考えてる、うん、撮影以外1ヶ月禁酒、うん、破った場合は初っ端破る中に破る中にだけの話だから、これ。